こんにちは。こんにちは。今日も始まりました、招き猫のインプロテレビ。イエイエイ、東京パフォーマンス招き猫のゆういちです。さよです。泉です。よろしくお願いします。東京パフォーマンス招き猫は愛知県を中心にインプロの公演やワークショップをしている劇団です。インプロっていうのはイギリスで生まれた台本を使わない即興のお芝居。演技力、演出力、脚本力などが育てられるたくさんのゲームがあるので、このインプロテレビでいろいろやっていきたいと思います。やっていきます。すごい。それでは、今日の自己紹介のテーマは、家族自慢です。どうぞ。はい、家族5人、小さなプレハブに住んでいました。とても愉快に住んでいました。中野ゆうちです。よろしくお願いします。だからそれ、触りにくいって。次どうぞ。はい、父親はすごく最近歌がうまいっていうのが分かったりとか、あと文章を書くのがすごいうまいっていうのが、もちろん立派なところがいっぱいあるんですが、一番すごいなと思うのは、こう80歳を超えてね、こう今日のご飯何って自分の好きなものを言われたときに、やったーって飛んだらしいんですよ。いや、素晴らしい父親だと思います。中和さよかです。はい、僕の家族自慢は家族全員が職人気質なところです。そう、お父さん寿司職人、元寿司職人で、お姉ちゃんは自分で独学でなんかすごい凝ったバッグを作ったりとか、で妹はちゃんと学校に通って服を作れるようになったりとか、お兄ちゃんはトリマーってペットの毛を刈る仕事を持っていたりとかっていう、なんか全員が全員なんかこうすごい作るっていうのあったりっていう、そういう職人の人たちです。はい、はい、泉さん、ひろきです。よろしくお願いします。お願いします。今日のメンバーはこの3人でお送りいたします。はい、今日のインプロのコーナー、どん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 。今日のインプロは詳しくする。説明しよう。詳しくするとは、詳しくします。まんまだよね。書いてあるんだろう、ここに。そうね。それゆういちさんが書いたんでしょ。僕が書いたんだね。はい、詳しくする、これ結構普段のね、シーンとか演劇とかをやるときにすごく大切なところです。ざっくり大雑把にやっていくと、ざっくり大雑把なお芝居にしかならないので、詳しくするっていうところをポイントにして、今日は練習をして、その後フリーシーンをやってみようと思います。やってみよう。はい、では、飛びます。はい、せーの、ポン。はい、聞きました。はい、では今日のテーマ、詳しくする。詳しくしよう。じゃあまずは練習をしていきたいと思います。はい、じゃあ3人いるので、役割を分けます。はい、1人が彫刻家、芸術家ですね、彫刻家。2人目がその人が作った彫刻、で3人目が、その彫刻をインタビューしに来た人、というふうに分けようと思います。どんなふうにやるかをまずちょっと説明しますね。じゃあ彫刻やりたい人、じゃあ、はい、はい、じゃあ真ん中でなんかポーズ決めてください。どうぞ。彫刻、はい、じゃあこんなふうに彫刻を固めます。で例えば私がインタビュアーだったとしたら、先生お願いします。はい、お願いします。先生、はい、この手は何を持っているんですか？ああ、この手はですね、ここに土が持ってあります。ああ、土が持ってあるんですね。そうなんです。っていうように、彫刻の不思議なところをちょっと聞いて、で、彫刻家はこういう意味ですよとか、こんなもの持ってますよっていうふうに、見えないものを見えるように詳しくしていくっていうゲームです。はい、直れ。オッケーですか？はい、オッケーです。はい、それではこんな感じで練習を2パターンぐらいできたらいいかなと思います。じゃあ彫刻家の人手を挙げて。彫刻家。彫刻家。彫刻家はゆういち方だよね。彫刻家。作った人。はいはいはい。はい、じゃあゆういちさんが彫刻家。はい、じゃあインタビュアーは。インタビュアー。じゃあ僕インタビュアーやります。はい、じゃあ私が彫刻をやります。オッケー。じゃあ、あとは皆さんの方で仕切ってもらっていいですか？はい、はい、じゃあ彫刻いきます。お願いします。はい、じゃあいいですか？いきます。よーい。
今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あ、これが先生の作品ですね。そうなんです。あの、このちょっとつぶりたいようになっているこの目は何を意味してるんですか？あ、これね、今もう眠いんですね。あ、眠い。眠いんだけども、うん、起きてなきゃいけないっていうことで頑張って目を開けているという様子です。あ、そ、じゃあこの頭を挟んでいるこの手はどういった意味があるんですか？これですね、うん、これ頭が今こう膨張しそうになってるから、膨張、はい、頑張って頑張ってこう縮めてるわけなんですよ。ああ、縮めて、伸びちゃダメ、伸びちゃダメ。あの、眠くなると、はい、伸びるじゃないですか。あ、伸びる。ね、うん、伸びちゃダメ、伸びちゃダメって、うんうん、あ、じゃあこの、うん、このちょっとこう上に上がってる口はどういった意味なんですか？あ、これ今笑ってるじゃないですか。はい、これね、うん、よっしゃっていう、よっしゃなんですよ。これね、はい、あ、何かというとこれ受験生なんです、うん、これ。あ、受験生、寝ちゃいけない、寝ちゃいけない、ね、こっくりってならないように、うん、手を支えてるわけですよ。あ、これ眠気を支えてる、うん、そうなんです、そうなんです。で、なんとか眠気を今防げている、うん、よっしゃというそのから、うん、にっこりした口なんですね。あ、じゃあこの先生、この像のタイトルをお願いします、うん、徹夜明けありがとうございました、うん、はい、ありがとうございました、うんうん、はい、どうでしたか？はい、うん、顔はね、すごいいろんな表情を物語ってて面白かった。あ、そうそう、これ彫刻のね、人がこう休んでるように見えるんだけど、意外にね、こう彫刻が、何、こうふぬけな感じでやると情報が少なすぎてこっちが苦労するっていうね、があるので、これ本当に3等分して頑張っております。無表情だと難しいね、とか、うん、どうだった？はい、うん、よかったよかったね、はい、じゃあちょっともう一回ポジションを変えて練習をしてみようか、うん、じゃあここやりたいっていうのがあれば聞くよ。あ、彫刻やってみたい、うん、彫刻、うん、じゃあどう？いや、僕刺すね。インタビューは、うん、うん、分かった。じゃあ私が芸術家をやります、うん、それではいきます、うん、よーい、スタート。頑張ったね。それでは先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。この像を作られたということで、はい、あ、あのですね、まずこのここ、こう腕がですね、はい、後に回ってますよね、はい、これ何を意味しているんですか？これは、はい、後戻りしてはいけないという気持ちを表しています。あ、自分でこう押してる感じ？はい、そうです。後ろに下がりたい、うん、下がりたい、でも前へ行くっていう、うん、それを表してみました。そうなんですね。これやはりこう足こう三角じゃないですか？これは、はい、どういうことなんですか？これは、はい、三角関係を表しています。三角関係？はい。何の？お恥ずかしながら、はい、私、はい、妻の他にもう一人、はい、はい、おりまして。ああ、そうなんです、はい、それをここで表した？はい、表してみました。あ、そうなんですね、はい、それはあの素敵な作品でございまして、はい、じゃあですね、あ、ここニヤニヤしてますね、口。これどういうことなんですか？これは、はい、私の欲望の表れです。ああ、そうなんですね、はい。あ、なるほど。そう、倫理とか、うん、そういう正義感とか、うん、そういうものにこう後ずさりをしてしまいそうになる私の気持ちを、ああ、いや、私は芸術家だ、うん、これを作品にしていこう、うん、そうだ、これが私の生きる道だ、うん、ということで、うん、後ろに行く気持ちを前に出し、ああ、自分の秘密を暴露し、ああ、それを自ら快感として表してきました、うん、じゃあこの作品のタイトルをお願いいたします。はい、僕、頑張ります。この人を頑張っとるわ、ね、でも今さ、タイトルね、うん、別になかったんだけどさ、うん、すごい頑張ってたから、うん、で自分を重ねてんじゃん、うん、だって自分を作ってるから、うん、だから、だからこのもしかしたら不安定なポーズを頑張ってるっていうので、うんうん、今自分がこう頑張るキャラクターみたいになったの。なるほど、私なんだね、それが、うん、どうだった？うん、面白かった。いつもそれじゃん。どうだった？僕ね、意外とこのポーズが大変だったことにやった後気づいた。後から、分かった、うん、このポーズをしようと思ったのはなんで、うん、
あのなるべく今この映ってるところがあるんで、うん、ここまでにこの足を乗せたいなと思ってで、この状態でやるともっときついんですよ、うん、なんで、うん、ここちょっとこう足つけて支えたら、うん、まあ耐えれるかなと思ってやった結果があれです、そうなんだね、はい、素晴らしいと思います、うん、チャレンジャーです、はい、では、うん、これをもっとこう応用させて、うん、フリーシーンの中に生かしていきたいなと思います、うん、できますか、やってみます、うん、やってみます、うん、そうで、なんで2人がどうしようみたいな顔になってるかっていうと正直ノープランで来ております、はい、でこのゲームをやろうっていう、この何ゲーム自体が今存在しないで詳しくしようっていうことでやってるので、うん、これからフリーシーンを2人でやってもらいます、うんうん、はい、OK、はい、でフリーシーンをやってる中で、うん、私が手を叩いたら、うん、そこでちょっと止まってください、うん、OK、うん、で止まって、うん、私がこう詳しくしてほしいなっていう場所があれば、うん、その場所を指示します、うん、そしたらどちらでもいいので、うん、詳しくしてってください、または喋、うん、ってる最中に叩いて、うん、話した内容を詳しく、うん、いや、うん、お父さんとこの前話したことなんだけど、うん、話した内容とかっていうかもしれません、そんな風に話したこととか表情だったり、うんうん、もしかしたら君の今の気持ちを詳しくとかっていうように、うん、私が興味を持ったところを詳しくしてもらいます、うんうん、おー、 OK、はい、なので、ま、もし叩いてこう止まるのがちょっと不自由だなっていう風に見えたら、うん、止めないで言うかもしれないし、うん、止めても大丈夫そうなら止めていきます、うん、はい、でも止めても気持ちは止めないでください、はい、うん、オッケー、はい、じゃあ何も聞くって言ってませんでしたが聞いてもよろしいでしょうかじゃあこの2人の関係、親子でも親友とか、だから常連のなんか美容師とこうお客とか何でもいいんですけど、なんかこう2人に関係をつけてあげてください。師匠と弟子、うん、師匠と弟子、あ、いいですね、はい、今ってどっちが師匠とかイメージできてます？師匠、あ、うん、はい、ありがとうございます、師匠ちゃん、はい、じゃあ師匠と弟子、はい、で何の師匠で何の弟子でも構いませんので、はい、そのあたりをやってみてください、はい、OK、はい、じゃあいきます、はい、タイトル師匠と弟子、うん、3、2、1、これじゃダメだ。ここの景色詳しく。ここは今バーテンダーのこのカウンターの中です。外にはガラス張りの窓があって、そのガラス張りの窓の向こうにはあのビル群が見えてます。ここは最上階、かなり高い位置にあるその隠れ家的な喫茶店です。喫茶店バテンのお酒飲むところです。で、僕は今ここの大会に出るためのカクテルを作っています。ああ、これじゃまだ師匠の味には追いつけない。どうやったら師匠に、あ、師匠、石渡君、どうだね、調子は。ああ、まだ師匠のロイヤルゴールデンフラッシュには到底届かないです。ロイヤルゴールデンフラッシュ詳しく。ロイヤルゴールデンフラッシュとはこのとても甘くてこうまろやかな味のこのオレンジ色がかったロイヤルゴールデンフラッシュをプレゼントゲームのように2人で詳しく。ああ、ロイヤルゴールデンフラッシュな。はい。ロイヤル。ロイヤル。ロイヤルっていうのは甘いんだよな。甘いですね。うん、あと、とてもあの、うん、色がクリアに澄んだ、うん、オレンジ色をしてますね。そう、オレンジを使ってるんだね。うん、あ、オレンジ使ってるんですか？そう。あ、知らなかった。進めて。
僕、あれは蜂蜜をしか使ってないと思ったんです。そしたらロイヤルだけだ。フラッシュはオレンジのフラッシュですか。知らなかった。フラッシュをするためにはこのオレンジ、しかも愛知県のオレンジだ。まあ、中華いい予感だな。予感、うん、僕の師匠の今の、彼に対する気持ち。私はこのロイヤルストレート、ロイヤルゴールデンフラッシュ、ロイヤルゴールデンフラッシュストレートをこの石渡君に渡すことによって、私は引退をしたいと考えておる。すべて師匠、その洋館を使って僕カクテル作ってみます。師匠に一番初めに飲んでいただきたいんです。今の師匠のこうしかめてる顔を詳しく。今はギューってやったよな。ギューってなんだと、切ってこうするだろう。ギューって皮ごとギューってやったわ。この時のこの持ってる状態を詳しく。なんか今手はベトベトしてます。そして中には皮とか種とか果肉とかいろんなものが混ざってます。はい、進めて。シャカ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 シャ。師匠、この見た目詳しく。青立ってます。で、上の部分にこの果肉がちょっとこうチラチラチラってなってて、ちょっと下の方に種が入ってます。で、蜂蜜がちょっとついてるんで、ちょっと今手がベトベトしてる感じで、ちょっとグラスのちょっと下の方がベトベトしてます。師匠飲んで。お前、もう一からやり直した。もうこの店に入るのかな。徹底的にダメだ。はい、こんな風に観点ですね、うん、ここのところを見ていこうみたいな感じだったりとか、うん、実際に使っているものとかを、うんうん、マイムなのでね、詳しくしていかないと、うん、やっぱり2人で共有した同じものが見えないかなっていうので、うん、こんな風にやっていきます、うん、ではもう一パターン、さっき練習したように、うん、2人の間に何か一つ物があって、うんうん、でその物を2人で詳しくしていくことによって、うん、2人の関係性だったり、うん、ストーリーを決めていきたいと思います、うんうん、1人追加します。急遽です。新人のポチが見学に来ているので、うん、ポチに物になってもらいます。カモン、うん、ごめんね、何も言ってないです。はい、ポチです、はい、じゃあポチ、ここに座ってもらっていい？はい、はい、じゃあポチ、何か、ま、練習一回もしたことないと思うんだけど、これ、はい、何かポーズ、形、それか何かになりきるでもいいです。なんか置物みたいになりきってください。猫の置物でもいいし、なんかフランス人形でも何でもいいです。はい、何か物になってください。物ですか？はい、あ、いいね。じゃあこの、うん、あ、いいです。じゃあこれで、しばらく耐えてみてください。はい、はい、では、うん、2人はこのものを詳しくすることによって、うん、関係性を作ります、うん、である程度できてきたら、うん、このものをどこか脇によけて2人でシーンを進めてください。うん、ずっとねやってると疲れちゃうからね。物として扱うね、これ。物として扱ってください。 OK、はい、じゃあ私は横で、うん、こう
丸つけたりとかするので、うん、あとあのどうしようかな、二人で行けるインタビュアー私入った方がいい？インタビュアーか、うん、私がインタビュアーみたいにして入って一、うん、人フリーにして一人入ろうか、うん、オッケー、うん、よし、じゃあそうしましょう、うん、じゃああなたでいいですか、はい、じゃあ適度なところで入りたかったら入ってください、はい、お願いします、うん、では行きます、3、2、1兄さん。なんだ妹。兄さん、これ父さんの形見らしいんだ。おお。父さんが絶対に開けちゃいけないって言ってた、うん、あのタンスの中に入ってたんだ。兄さん、ここに抱えているこの2つのもの、うん、これは何なんだろう。これはな、玉だな。確かに、うん、こちらに黒い玉で、うん、こちらに白い玉だね、うん、そしてな、この玉の中にな、ちっちゃい粒々があるだろう。うん、ある。これが種なんだ。種？こっちにも種はあるのかい？そっちには種はないんだ。種のある玉と種のない玉、うん、黒と白なんだね、うん、兄さん、この像はどこを見ているんだい？これは種が咲く場所だよ。種が咲く場所、うん、ここから見たらあの裏庭のてっぺんだね。ああ、あそこはうちの山だよね。うん、あそこの木の下には植えられる場所があるんだ。兄さん、もう一個聞きたいんだ、うん、なぜこの像はこんなに目を見開いているんだい？これは父さんがずっと言いたかった、伝えたかった思いを今この目で表してるんだ。あの裏山に行ったら分かるんだね、うん、じゃあ僕はこの種の入ってない黒い玉を持つよ、うん、じゃあ僕はこの白い種の入っている玉を持っていく。じゃあ、うん、裏山に行ってみよう。 うん、この木の下にこの玉を植えれば出てくるはずだよ。木やって。兄さん、うん、この木は、うん、なぜ9時10分のところを指してるようになってるんだい？この9時10分を指しているのはな、この時間を示してるんだ。時間？今夜の9時だよ。うん、あと10分だ。あと10分なんだね。そしたらこの種を植える。そうすれば種から出てくるはずなんだ、お父さんの思いが。この黒い玉はどうしたらいいんだい？黒い玉も一緒に埋めるんだよ。種のないこの玉もかい？うん、こっちの種のあるやつがその種を入ってるやつで、そっちの黒いやつが栄養なんだよ。わかった。じゃあ埋めよう、うん、5、4、3、2、1。うね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 やっと植えたか。父さん死んだよね。ああ、死んでないの？いや、待っとった、お前たちが。待ってた。だって父さん、父さん、あの、うん、車にひかれて、うん、死んじゃって、僕たち葬式もやったよ。そうだよ。お香典もいっぱいもらっちゃったよ。もろたか。うん。よかったよかった。いくらもろた？全員で158万円だよ。158万、ちょうどよかった。
よし返せる返せる何よ借金が返せるぞよかったあの家な抵当に入っとっておーよかったよくやった作戦通りよしえじゃあ黒い山は白いやつはそう父さんこの黒い家入れた黒い栄養と白い玉の中の種はあれは何だったのてかなんで父さん土の中から出てきたのわしじゃそれやわしのわしがそうなっとい、なっといたらお前ら埋めるやろうと思ってそうなっとったえお父さん種から生まれるのだから僕たちには母さんがいないの僕たちも、うん、種から生まれたのお前らも、うん、子供が欲しかったら種を植えたらええだからうちは母さんも父さんも全部ひっくるめて父さんなんやって言ってたんだねそう兄ちゃん最後になんか父さんに言ってやれよじゃあ僕が今度はお父さんだはい、ちょっといろんな思いはありますが、飛んで振り返りしましょうか。はい、いきます。せーの、ブロー！はい、詳しくするでした。はい、詳しくできたかな？最後のなんだ、あれ。あ、あれね、結局、みんなお父さんの分身っていうことだから、うん、じゃあこんなお父さんより、今度は自分がお父さんとして、こう偉くなって、自分のその種たちを、うん育てていこうっていう思いで今日から僕がお父さんだって、うん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 、あれなんで閉まらんかったんだろうね閉まらんかったってこと、うん、最後ピピーって鳴らしにくくなかった二人ともあ最後、うん、ほうほうあ私だけかもう僕何も考えてなかったその時、うん、どうだった僕は何も考えてないちょっとは考えようよでも別に良かったと思います、うんまあ、今日はねチャレンジっていうことで、うん、そのいろんなタイプの詳しくするっていうのをやってみました、うんうん、どうでしたかねうん詳しくするのってなかなか難しいもんだねうん、うん、ざっくりとしてしまうねそうこの顔がとかなんかこう見た目のその大まかなパーツしか見てなくてもっとちゃんとこの今この口のこの上がってるのはどういう意味があるのかとか、うん、ポイントを見つけるのがなかなか難しいですね、うんうん、これ意外にこう詳しくするっていうのってさ、うん、そのなんだろう詳しくするだけじゃなくてその後に正当化っていうのが今入ってるんだよね、うんうんはい、これはどういう意味なのかなとかっていうのがねその辺がもしかしたら難しかったのかなって見てて思いました、うん、つなげるんだねそう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 、ねうんでも詳しくしておけば、うん、そのうち何かがこうくっついて、うん、ああだからだみたいな、うん、さっきのやつだと、うん、ああなんかこうお父さんがいないのは、うん、あお母さんがいなかったのは種だったからだとかさ、うん、なんかそういうふうになんか今までお母さんが出てきないじゃんそういうのとかにつながったりはするかなと思う、うん、でこういうのってやっぱりね苦手な人と得意な人がいるのかなと思います、うん、詳しくしたりとか、うん、得意あのつなげたりとか、うん、どっちですか苦手です得意はいということでしたまあいろいろね詳しくするっていうさ具体的なインプロのゲームっていうのもあるんだよねきっと初めの方にやったエクステンドアドバンスとかねああそうだね、うん、エクステンドアドバンス、うん、詳しくしてそしてある程度詳しくなったら次の話に進める、うん、っていうのとかも今日の中には入ってたね、うん、あとは何かあるのあとはまあいろいろあるねいろいろそういう要素はあるんじゃないかな、うん、あそうだね、うん、でいろんなそのあそのさっきプレゼントゲームと途中で入れてって言ってたけど、うんうん、ここにあるものを2人でイメージを共有するためにツルツルだねとか、うん、黒いねとかっていう風にやるのも詳しくするっていうことなのかなと思います、うんうんうんはい、で多分今やってて自然と詳しくできる時と、うん、一生懸命なんかこう頭の中で考えちゃって詳しくしたやつとあると思うので、うん、そういう時にはぜひね
自分の頭の中だけで詳しくするんじゃなくって、うんうん、本当にそのものを想像したりとか、うん、ないときは近くの人とっ捕まえて、うん、一緒に詳しくしていけたらいいのかなと思います、うんうんうん、どうでしょう、2人でやると安心するよね、うん、あーこれはーって言って、あーうわーうわーしか言ってないけど、うんうわーって言ってる間に出てくるね、そうだね、うん、ゆうさんでもこのこういう詳しくするっていうのは、はい、なんかこうどういうところが大事だなと思って普段レッスンとかやってるの？それはね、うん、詳しくしないとざっくりするからね、ああ。もうちょっとない、あの分かりやすく、分かるよ私は分かるけど、うんうん、もうちょっとこう見てる人に分かりやすく説明できないから、そこを詳しく説明して、ねあ、ざっくりを詳しくして、ね、ざっくりっていうのはね、うん、感性だけで演技をしてしまうんですよね。へえ、どういうこと？こう思ったからこうしますだけだとちょっとあの物足りないと。ああ、うん、なんか私一人ここは青空だと思ってるから、うん、青空の気分でやってましたって後から分かるみたいな感じ、うん、そう、それ分かるように詳しくしていく、うん、あ、一緒にやる人に分かるように伝わるようにとかっていうのもあるし、うん、お客さんに対してもこう今こう思ってますよっていうのを伝えるっていうのも詳しく、うん、あ、確かにそうだね、終わった後になんで、うん、な何してたのあの時って言った時に、うん、その人の中だけは詳しくなってるけど、うん、一切情報として外に出てなくて誰も分かってないって時あるもんね、うん、ああそうね、表に出すっていうね、あ、そういうこと、うん、あとはざっくりしてる中に何か詳しくしていくとそこからストーリーが分岐していく、あ、人が出てきました。ただざっくりおじいさんじゃなくって、うん、厳しいおじいさんです、うん。優しいおじいさんです。決まったらその先のストーリーがこう変わっていくわけですね。あ、そうだね、うん。こう詳しくしたからこっち。そういうストーリーの分岐点になるから、うん、その何、詳しくすることによって勝手にその先のストーリーが導き出されていくってこと？うんうん、そうです。決まっていくですね。そうかそうか、うん。だから詳しくしていかなきゃいけないんだね。はい、今日はどうでしたか？あの実はこれ前回その稽古でやった時は僕全然ダメで、うん、もうすごい不安だったんです。でも今日よしやるぞっていう思いでやって、うん、楽しくできました。よかったです。あ、でもこの 前でメイクスタッフアップってでっち上げろっていうのもやったんですが、うん、プレイヤーはねやっぱりこう自信なさげにやってると詳しくはなっていかないっていうのがあるので、うんうん、多少言葉が拙なくても、うん、その詳しくしていこうっていう前向きなところだったりとか、うん、具体的に断言をしていく、うん、こうですっていう風に、うん、で責任取って断言していかないとね絶対周りの人が結局決めてあげなきゃいけなくなるから、うんうん、それだと最初に言ったこう当分にならない、3人でやってるのに1人だけがすごく頑張ってるとか、うん、2人だけがすごく頑張ってるとか、うん、1人がちょっと頑張れてないとかっていう風になるから、そこが良かったかなと思います、うんうん、よろしいですか？はい。それでは縁も竹縄ではございますが、招き猫のインプロテレビこれでお開きにしたいと思います。はい、即興パフォーマンス招き猫のゆういち、さよ、いずみでした。またねー。